山崎拓、山崎拓、山崎拓、1936年、昭和11年12月11日帯は、日本の政治家。通常は、山崎拓と表記。加藤光一、小泉純一郎と並ぶユックの一角。加藤の乱に連座したが、小泉内閣で自由民主党幹事長、副総裁を務め、小泉改革を支えた。福岡県議会議員、一期、衆議院。 議員、十二期、防衛庁長官、第四十七代、建設大臣、第五十七代、自民党国会対策委員長、自民党政務調査会長などを歴任。近未来政治研究会、自由民主党石原派、旧山崎派最高顧問。朝日大受賞受勲。満鉄調査部員であり後に、相模女子大学学長を務める山崎進の子として、関東集大連氏。 現在は中華人民共和国の大連市で生まれる。たまたま同じ日に母方の祖父の山口慶八が福岡県三池郡海村、現在のみ山市の一部で炭鉱開発に成功したため父親に生まれてきたこの名を貝とするよう電報を打った。父親は開拓の拓の字を名付け、読み仮名を炭鉱開発と満州開拓をかけて開くとした。父方の祖父の山崎和三郎は 飯塚炭鉱を経営し、現用者の幹部であった。第二次世界大戦の終戦後に帰国し、福岡県福岡市で育つ。小学校三年生の時に、片目を失明し、赤眼となる。福岡教育大学附属福岡中学校、福岡県立周遊館高等学校、早稲田大学第一小学部卒業。福岡教育大学附属福岡中学校の、 後輩に、中選挙区時代同選挙区で、たく、誠戦争を争った、大田誠一。なお、朝日ジャーナル編集長、朝日新聞編集委員などを務めた、伊藤正隆とは、中学、高校、大学での同期で親友であった。学位は、小学士、早稲田大学。大学卒業後は、大手タイヤメーカーのブリジストンで、5年間のサラリーマン生活を送る。 1967年に福岡県議会議員に当選。この頃に中曽根康弘に見出され、中曽根の勧めで1969年の総選挙に保守刑務所属で出馬するも落選。浪人生活を経て、1972年に衆議院に初当選。当選同期に小泉純一郎、加藤光一、石原慎太郎、村岡健三、安岡沖春。 河原緑、三塚博落道を、野田武士、深谷隆氏など、同年配の自民党議員の中では、数少ない、非世衆の叩き上げで、防衛族として、頭角を表していった。防衛庁長官、建設大臣を歴任する。1985年、中曽根首相が、ドイツのボンサミットに出席した際、山崎は、官房副長官として同行。中曽根は、 レーガン米大統領、ゴルバチョフソ連書記長、サッチャー英首相、ミッテランフツ大統領、コルセイドク首相と個別に首脳会談を行った。この時、山崎は会談内容をすべて記録した上で編集し、同行記者団に発表する重責をこなした。なお、ブリーフィングする際には外務官僚の手を借りずに自分で行い、中曽根の意図を汲み取って、 国際世論をリードする内容にすることを心がけていた。1990年頃から休憩政界主導の自民党の政治運営を批判し、当選同期の小泉純一郎、加藤光一と共にユックを結成して活動していた。1995年に橋本龍太郎自民党総裁の下で自民党政調会長に就任。1998年に 旧渡辺派派から独立し、近未来政治研究会、山崎派を結成。1999年、自民党総裁選に出馬し首相の座を狙う。総裁に選出されなかったものの小渕恵三、加藤に次ぐ51票を集め3位であった。これ以降、自民党総裁の有力候補として注目される。2000年に森内閣の加藤の乱で当確に失敗し、 加藤と共に政治生命の危機とも言われた。しかし自民党主流派による山崎派への猛烈な切り崩し工作にあったにもかかわらず、山崎派内の議員で山崎を裏切る者はほとんどいなかった。このことから多くの脱落者を出して派閥分裂を招いた加藤と比較して、山崎の人望や求心力は党内からも高く評価され、翌年以降の復権につながっていった。 2001年、ユークの名優である、小泉内閣が成立すると、自民党幹事長に抜擢される。小泉からは貴重な理解者として厚い信頼を寄せられ、党内基盤が弱い小泉を、抵抗勢力から守る役割を担い、外交経験の乏しい小泉の貴重な補佐役としても、活躍した。小泉とジョージ・ブッシュ米大統領による、日米首脳会談の地ならしを行い、 東南アジアや中東諸国を歴訪するなどして奔走。アーミテージ米国務副長官やロブゲン韓国、大統領とも会談している。また、アメリカ同時多発テロ事件の際には、与党三党米国テロ事件緊急対策協議会の座長として自衛隊法改正について協議する、党、外交、安全保障政策の分野でも活躍した。こうした、働きぶりで、ポスト、 小泉の一角として、再び首相候補に目されるようになったが、2003年9月、副総裁に就任。しかし、同年11月の衆議院選では性癖を、暴露された愛人スキャンダルで落選。31年間保持していた、衆議院議員の席を失い、副総裁も辞職した。2004年、小泉の計らいで、民間人の自民党憲法調査特別顧問及び、 首相補佐官に就任。2005年の衆院補選に当選して、議席を回復し、同年の優勢民営化法案を審議する、特別委員会筆頭理事として、省の優勢民営化に尽力していたが、優勢解散の頃から小泉とは距離を置くようになる。同年、自民党安全保障調査会長に就任。これ以降、中国、韓国との関係をより重視する、加藤浩一や福田康夫、 小賀誠と連携を密にする。2006年に政権に就いた安倍晋三とは対北朝鮮政策をめぐってたびたび対立。安倍の外交姿勢は圧力に傾倒しており、日本の孤立化を招き、国益を損ねると批判した。2007年1月、北朝鮮を電撃的に訪問し、行き詰まった北朝鮮の核問題や拉致問題の状況打開を図る。 平壌で北朝鮮の総費空、日朝国交正常化交渉担当大使と会談。北朝鮮の核放棄や拉致被害者の日本帰国を迫ったが、実現には至らなかった。2007年、安倍改造内閣が退陣すると、ポスト安倍に福田康夫を支持した。福田康夫内閣が成立すると、自民党外交調査会長に就任。 引き続き外交や安全保障政策を中心に活動を行う。ついで、麻生内閣においても再任されたが、次の第45回衆議院議員総選挙を見据えて、旧ユークの加藤と共に、新党結成に動き、国民新党代表代行の亀井静香の仲介で、民主党の小沢一郎とも会談をも、結局、第45回衆議院議員総選挙には、自民党から出馬したが、 自民党は大敗、山崎は再び落選した。落選後も、山崎破壊朝食を2012年に、石原信明に譲るまで務めた。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に比例区からの立候補を目指していたが、自民党の定年制度により公認されなかった。2010年3月頃、国民新党代表の亀井静香に、 同等入党を前提とした内閣参入りを要請されたが即時拒否した。2012年次の選挙には出馬せず引退を表明した。現在は自身が設立した近未来政治研究会の最高顧問を務めている。2015年3月11日、里山総合の会の結成に参画した。2016年7月、ユークを振り返った回想録。 ゆっく記録を出版。9月には加藤浩一が死去し、葬儀では山崎が弔辞を読み上げた。2018年3月14日、衆院議員会館で行われた石破派の憲法改正に関する勉強会で講師として招かれた。山崎は朝鮮半島の比較化、拉致問題解決による日朝国交正常化を自身の最重要政治課題の一つとしている。 北朝鮮に対しては、圧力一辺倒の外交姿勢でなく、制裁よりも対話を重視し、北朝鮮の政府関係者とも頻繁に会談を行ってきた。2004年4月1日、平沢勝栄と共に中国を極秘に訪れ、拉致問題について北朝鮮の交換と直接交渉を試みた。山崎らの訪中は、対北朝鮮交渉を 政府間ルートに一本化するとの外交方針に反する可能性があるとして問題視された。救う会は山崎らの行動を拉致問題を政治利用していると非難した。2006年6月14日自民党総裁選挙で北朝鮮制裁派の安倍晋三が最有力候補になるとその対抗馬としてポスト小泉の重要課題は日朝国交正常化だと 福田康夫に出馬を託し、自らの出馬を見送ることを宣言したが、この時の総裁選挙に、福田は立候補しなかった。11月になり、北朝鮮の核問題について、麻生太郎外務大臣が、隣の国が持つとなった時に検討もダメ、話もできない、意見交換もダメというのは一つの考え方だが、いろいろ議論しておくことは大事だと発言したことに、対して、 北朝鮮の核開発は、けしからんと言っているときに、場合によっては、我が国もやるぞ、という議論は成り立たないと非難した。2007年9月18日の内外情勢調査会における講演で、北朝鮮の核実験を、核保有がはっきりしたという意味でやらせてよかったと発言し、物議を醸した後日、山崎は、北朝鮮の核実験を肯定するものではなく、 北朝鮮が核兵器を放棄するよう全力で取り組むと釈明している。2008年6月12日に山崎が会長を務める日朝国交正常化推進議員連盟が北朝鮮への制裁解除と対話路線への転換を主張していることについて安倍晋三が国会議員が交渉を行っている政府よりも甘いことを言ってしまったのでは 政府の外交交渉能力を大きく損なう。百害あって一利なしだと批判をすると、山崎は圧力一辺倒は幼稚な考えで、何ら前進がなかったと反論した。同月17日に山崎が安倍に発言の撤回と謝罪を要求したが、同月20日に安倍は対話路線で拉致問題が進展しなかったことを学習してもらいたい。 と発言の撤回と謝罪を拒否した。同月21日、山崎は国民感情として拉致問題が完全解決しないと後のことはどうでもいいというような感覚がありすぎると発言し、拉致問題だけを取り上げて北朝鮮批判一色の日本国の世論苦言を停止、北朝鮮の核問題で重要な展開がある。足の引っ張り合いをやっている時ではないと主張した。さらに、 同年6月28日、安倍前首相の対北朝鮮外交は犬の頭部へ。小泉元首相のように直接乗り込んで交渉しないとダメだとテレビ西日本の報道番組で発言し、2002年の拉致被害者の一部奪還以降は北朝鮮を訪問していない安倍を批判した。同年7月24日には拉致問題の進展がなければ北朝鮮への経済、 エネルギー支援に参加しないとの日本政府の方針に対して中国や韓国などとの関係で日本が窮地に陥る。6カ国協議での朝鮮半島の比較化実現ほど重要なものはないと発言した。2009年3月18日、北朝鮮が日本に向けた核ミサイル発射実験を行うことを表明すると、麻生太郎はミサイルを迎撃することを宣言した。 これに対して、山崎は、阻止するためには対話しかない。北朝鮮の金英一首相が北京に行った。この機会が現時点では一番いい機会だ。制裁を強化しても構わないが、今まで効果がほとんどなかった。国際社会と足並みを揃えてやっていくべきだと、中国と連携した対話路線を行うことを求めた。憲法9条改正を長年にわたり、主張し続けている。 自身の著書、憲法改正、同義国家を目指しての中に、記述のある通り、条件付きの陸、海空軍の保持を唱えている。山崎拓の主張する新憲法試案、改正条文、安全保障、を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。